はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、体脂肪が2種類あるんですよっていう話をしていくんですけども、なぜそんな種類の話をするかと言いますとですね、実は僕どちらかがね、糖尿病に深く関係してるからなんですよ。まあ、先月のね、通院からね、僕のね、通院からですね、糖尿病予備軍とね、宣告された僕はですね、まあ、食生活のね、改善をね、指導されてから5週間なので、まあ、約1ヶ月が経ちました。まあ、食生活のね、改善をしてみてですね、変わったことといえば、牛乳を豆乳に変えました。お米を食べるようになりました。で、白ごまきな粉を食べるようになりました。で、変わらないのは、毎日の野菜スムージー、これは流動食ですね。で、体重でしょ、僕の体の体重ね。で、骨髄移植による副作用の口内炎です。まあ、というかね、変わってほしいというか、マシになってほしい、口内炎すらね、何も変わっておりません。まあ、口内炎は食事とはね、直接的には関係なかったみたいですわ。で、食事の改善をね、指導してもらった原因と、まあ、理由としてなんですけども、まあ、糖尿病にならないようにすることなんですよ。で、僕はね、その骨髄移植によってね、副作用を抑えるためにですね、免疫抑制剤というものを飲んでるんです。で、その免疫抑制剤のが原因でね、糖尿病になるリスクがね、高くなってるんですよ。で、そこで今日はそんな糖尿病になりやすい原因の一つとされられている体脂肪についてお話ししていきます。最初にも言いましたけどね、体脂肪には2種類あるんですよ。で、体脂肪っていうのはですね、皮下脂肪でしょ、こう皮膚の下に蓄積される脂肪で、内臓脂肪ね、内臓の周りにつく脂肪です。で、皮下脂肪っていうのは二の腕、お尻、太もも、下腹部などね、下っ腹ですね、などにね、つきやすくですね、プロポーションの崩れの原因となります。まあ、女性に多く見られてですね、生活習慣病とね、直接的な関係はね、薄いとされてるんですけども、皮下脂肪が多くなると内臓を圧迫してしまって、で、様々なね、弊害をね、もたらすこともあります。で、次に内臓脂肪なんですけどもね、この腸管など腸などのね、その内臓のね、周辺にね、脂肪がつくとね、こうお腹、ウエストのあたりがね、こうポコッと出てきます。まあ、痩せ型の普通の体型の人でもね、ウエストが太くなったらね、ちょっと要注意なんですよ。まあ、特に30代以上の男性に多く見られてね、生活習慣病に関係が深いタイプの脂肪です。たまにいますよね、痩せてるのにガリガリやのにね、お腹だけこうポコッと出てる人ね、これ先輩で言いました、昔。これだいぶ年上の先輩なんですけど、あれも20年は言い過ぎか、18年ぐらい前かな。まあ、当時僕より、ね、10歳、まあ、一回りぐらい上の人だったんですけども、まあ、ちょっとその人も30代後半やったかな。で、この人がね、そのガリガリやのにね、ほんまルパンみたいなね、ガリガリやのにね、お腹だけ前にポコって出てるなって感じの人がね、いましたね。まあ、今はどうしてるか知りませんけどね。まあ、それはさておきね。で、まあ、今お話ししましたようにですね、皮下脂肪よりも内臓脂肪の方が生活習慣病というその糖尿病にね、深く関係してるんですよ。で、そのね、内臓脂肪が多いタイプをね、内臓脂肪型肥満とも言います。実はこの体脂肪の中でもね、この内臓脂肪が多い肥満こそが生活習慣病に最も悪影響を及ぼします。では、なぜ内臓脂肪は、ね、良くないのでしょうかね。それはですね、内臓周辺にね、蓄積するその脂肪っていうのはね、代謝が盛んなんですよ。で、そのね、蓄積している脂肪がね、代謝が盛んがためにですね、その血液中のね、脂質濃度っていうのがあるんですよね。それをね、高める原因となります。またね、インスリン抵抗性といってね、この膵臓からね、分泌されるインスリンっていうホルモンの働きをね、悪くしてしまうんです。このインスリンの働きが悪くなると糖尿病になると言われています。怖いですね。さらにですね、その脂肪細胞からはですね、その周りのね、あの内臓の周りの脂肪細胞からはですね、血圧を上昇させる物質が分泌されます。で、その結果、脂質異常症とか糖尿病とか高血圧、さらにはこれらが重なってしまった、もうほんまに合体してしまったメタボリックシンドロームを招きやすくなるんですよ。つまりですね、この内臓脂肪型肥満っていうのがですね、様々な生活習慣病の元凶になるということなんですよ。まあ、僕はね、その骨髄移植をしているのはね、実はね、メタボになる確率がね、健康的な人と比べてね、4倍多いんです。4倍。これはね、その2019年のね、4月の通院の時にね、今からちょうど1年ぐらい前かな、まあ、3月にあっ
った血液内科の学会で、ね、発表されましたってね、看護師さんがね、その時に教えてくれたんですよ。その事実にね、僕はね、衝撃を受けましてね、多分その日のね、動画はね、あの病院内の待合のところでね、急遽撮った動画なんだと思うんですけどね、僕はそのメタバが4倍ですっていう話をね、したことね、覚えてますわ。その日からこれまでたびたびね、僕は見た方が4倍ですっていう風な話を動画内でね、そのお話ししていますのでね、ご存知の方もいただけるとね、多いと思います。まあ、それからというものですね、まあ、その頃はまだ体重を増やした方がいいよとね、言われてましたので、まあ、気にせずね、しっかりと食べてくださいってこう言われてたので、まあ、バクバク食べてるとね、気がつけばですよ、そこから半年間で体重がね、15キロも増えてくれたんですよ。しかしですね、その体重を増やした方がいいよって言われたから、その増やしたのにですね、まあ、今度はね、悪玉コレステロールと中性脂肪がね、上がってきたとね、指摘されまして、そこから今までかけてね、いろいろ考えて自分なりにね、食生活を改善したら、もうみるみるうちにね、まだねマイナス15キロの減量にね、成功してですね、悪玉コレステロールと中性脂肪がね、少しずつ下がってきました。これで健康的になったやろうなと思って続けてたらね、そこからはね、その悪玉コレステロールもね、中性脂肪もね、一向に下がらずやったんですよ。もうピタッて止まってしまって、しかもね、増えてはいけないヘモグロビン A1C、 これもね、以前の動画で言ったと思うんですけどね、そうヘモグロビン A1C というその糖尿病に関係する数値がね、グッと上がってしまっていまして、まあ、そのためにね、先月の通院でね、管理栄養士さんから食生活の改善のね、指導をね、受けました。食べ方のバランスがね、悪かったんですわ。食べ方のバランスでね、その栄養の吸収の仕方がね、変わってくるみたいなんですよ。食べ合わせって言うんですかね。ほんでそこから1ヶ月間やってきましたけどね、まあ次の病院でね、どう変わってるかですわ、ほんまに。ちゃんとね、なんて言うんですか、その糖尿病食品交換表っていう表もね、これはたびたび見てもらってると思うんですけど、その表を見てね、あとその本をね、買ったよっていう動画もね、動画撮ってるんですけども、まあ、そんなを見ながらね、1ヶ月やってるんですけども、食事の仕方とかね、食材の選び方とかね、調理方法とかっていうのはね、まあ、少しは書いてあったんで、ね、それにね、沿ってね、やっております。まあね、その、骨髄移植してない人とか、普通の人はね、そんな僕みたいにね、気にしすぎなあかんことはね、ないので、安心してくださいね。まあ、といっても、その、安心してるからといって、その、糖尿病になるような食生活はなるべくね、控えてくださいね。でもまあね、控えすぎてね、ストレスにならん程度にね、お願いします。ほんまにでもそうじゃないとね、できるだけ控えていかないとね、もう内臓脂肪がね、増えてね、血液中のね、脂質濃度を高めてしまいますのでね、ちょっと注意してください。まあ僕もね、注意してね、頑張っていきますんでね、今日はそんな感じで以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。